せーの、ロミラジ腸活研究家の汗川ロミです。明日の元気を作る10分間、本日もよろしくお願いします。エンタメ系企業の会社員をしながら、腸活 YouTuber として情報発信をしたり、腸活検定や発行の通信講座のプロデュースをしたり、パラレルな働き方を目指して日々挑戦しています。私の人生の目標は、 お腹から元気でポジティブな人を増やし、自由に自分らしく生きる人を応援することです。このラジオは、腸もみをしながら聞くことを推奨しています。腸もみのやり方については、長谷川ロミの YouTube や、このラジオの概要欄を見てみてください。それでは、腸もみタイム、スタートです。はい、始まりました。今日のテーマはですね、 腸内細菌が喜ぶ運動法についてお話ししたいと思います。昨日は腸活するときに一番大事なことは続けることだっていうお話をしたんですが、私は腸活の一環としてずっと続けてることが結構あるんですよ。腸内細菌を喜ばせるためにやってること。 もちろん、腸内細菌を喜ばすことイコール、自分の健康と美容のためでもあるんだけどね。今日は、その中でも、運動に関することを一つお話ししてみたいと思います。腸内細菌を喜ばせるために、私が多分ね、少なくとも8年以上続けていることがあるんですよ。それは、 ウォーキングです。今回はウォーキングと腸内細菌の関係について少しお話ししてみますね。あ、そうそう。ちょっと脱線するけど、腸内細菌をペットだと思ってみるのも腸活を続けるためのコツの一つです。自分の健康とかさ、美容のためだけって考えると、なんかね、続けにくくて、 でも、ペットのためって考えると、まあ、ペットが喜ぶ餌をあげたり、お散歩に行ったりさ、あと、触って欲しがるワンちゃんとかは、撫でてあげたりさ、あと、喜ぶことしてあげたくなるよね。私、実家で中学生の時から、ずーっと犬飼ってて、本当に太陽城で19年も一緒に暮らしてくれた子がいたんだけど、そのワンちゃんは、 なげ、撫でられるのがすごい好きな子だったんですよね。そう、撫ですぎると嫌がられることもあるんだけど、ピタって体くっつけてきたりして、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。そうすると、まあ、でてあげたり、ワンちゃんが喜ぶことをしてあげたいじゃないだから、腸内細菌をペットだと考えて、喜ぶことをしてあげようと思うと、結構続けられるんです。 これもね、人によってはかなり有効なコツの一つだと思いますよ。<laughs> 今日はコツの話じゃなかった。そう、なぜにウォーキングを8年以上続けているか。ウォーキングは腸内環境を了解させるという研究結果がたくさんあるからです。 実はね、正直まだ腸内細菌と運動の関係ははっきりとわかっているわけではありません。でも、運動を習慣にすることは健康な腸内環境を作る上でとても大事だとされる研究結果がたくさん出ているんです。例えば、アメリカのコロラド大学の研究チームが 人生の比較的早い段階でウォーキングなどの有酸素運動をする習慣がつくと健康的な腸内環境が作りやすくなるっていう報告をしてます。運動することで腸内細菌層が改善し免疫システムとか自律神経が安定して良い結果をもたらすって言われているの。 無酸素運動と有酸素運動を比べると、やっぱり有酸素運動と腸内細菌の関連が高そうっていうデータが多いんですよね。それもさ、習慣にすることが大事で、一日でも早く習慣にして、やり続けることが、その後の腸内環境にとってとても大事なようなんです。私は元おデブなんですが、 本当にね、学生の頃は、今より20キロ以上体重が甘くて、70キロ台ぐらいだったんですよ。まあ、小学校の時とかは、身長は150センチ台かなでね、学校では、もう知らない上級生とかから、すれ違いざまに、もう邪魔だよ、デーブって言われるぐらいには、まあ、太ってました。 この時さ、運動部とか入ってたらよかったのよね。もうね、悪循環なんだけど、体重が重いと、それだけで動きが鈍くて、もともとそんなに運動神経良くないから、動くことが嫌いすぎて、運動部とか絶対に入らないタイプだったんですよ。子供の時運動が嫌いだったことが、もうね、今も影響してるよね。便秘体質だから。 とはいえ、とはいえ、昔に比べたらかなり腸内環境も良くなってきたのを感じていて、腸内環境の大切さに気がついた、うん、20代まあ、後半ぐらいからかな、運動を日々の習慣にすることができたので、そこからね、便秘が緩和したり、見た目が若くなったねーって言ってくれる人が増えたので、 やっぱり、腸内細菌を喜ばすことを意識するのは、すごく大事なことだなぁと思ったりもします。そう。だから今このラジオを聞いてくれた方は、一日も早く習慣にしちゃうことをお勧めします。習慣にすることを考えると、やっぱりね、ウォーキングが一番やりやすいと思うんですよ。私は毎日、一万歩歩くようにしてます。 ただ、今全く歩かない人が、いきなり1万歩歩こうとすると、絶対挫折するじゃん。<laughs> そう。だからまずは、今、自分が毎日何歩くらい歩いているのか、ちょっとチェックするのがいいと思います。で、その平均の歩数に、プラス1000歩とか、プラス2000歩とかの目標を立てて、毎日歩くの。 それでちょっとずつ増やしていくとやりやすいのかなと思います。私はスマホに歩数系のアプリ入れてて、これでチェックしてます。あ、そう。近々ね、自分が使っているアプリを紹介する動画を YouTube に上げようと思ってるんですよ。健康管理系のおすすめアプリ。ちょうど今編集してるところなんだけど、これが上がったらぜひ参考にしてみてください。 そう、そのために、ぜひ、YouTube もチャンネル登録お願いします。じゃあ、そろそろ今日の結論。腸内細菌を喜ばせるための運動法は、有酸素運動で、特におすすめなのは、ウォーキングです。子供からお年寄りまでできるからね。まずは、自分が何歩歩いているか、今の状態をチェックするところから始めてみてください。 それでは最後にお便りを募集したいと思います。ロミラジでは随時お便りを募集しています。番組へのご意見、ご感想はもちろん、最近こういう腸活始めましたっていうような腸活経験談や、私、長谷川ロミエの相談、質問などなど、何でもお送りください。お便りの手先はメールアドレス、 アルファベット小文字で、長谷川ロミ 63-gmail.com です。お便りお待ちしてます。それでは、明日もいいうんちが出て、いいことありますように。腸活研究家、長谷川ロミでした。おやすみなさい。